がとうございます。では絵を描くのはすっごく苦手だなっていう人いますか？はい、ありがとうございます。今日絵が描けないのはとても残念です。今から絵を描きますよって言ったらですね、今手を挙げた方はマジかよというふうに思うんじゃないかなっていうふうに思います。子供の時から今好きじゃないなって言った方で、子供の時から嫌だったっていう方いますか？子供の時から、どのくらいちっちゃい時からなんでしょう。小さな子供に今から絵を描きますよって言ったら、みんなブワーって盛り上がるんですね。なんとなくこの、図っていうのは想像できると思います。何々今どんな絵描くの、これからどんな絵描くの、まだ見るのがアーティストなんですけど、みんなアーティストの近くに寄ってきます。そして、自分のところを描いてみようっていうテーマだったんですけれども、みんな一生懸命描いています。なんとなくこれは想像しうる感じですよね。ではこちらはどうでしょう。皆さん腕を組みます。おい経営回帰って聞いたのに、なんでいきなり絵を描くんだよと、全員腕を組んでいます。これはですね、まだ、デモンストレーション始まった時ですから、私がこのように立った時に、経営幹部の皆さんがですね、さーっと顔色が変わって、そんな話聞いてないと、もうできれば今から帰りたいと、絵を描くなんて一体どういうことなんだと、いうふうな、顔をされますね。で、働く上で大切にしていることを書いてください。言ったときにですね、こんなふうに、こんなふうに、こんなふうにですね、一生懸命、一生懸命書いてくださいます。実際ですね、ビジネスの中でなんで絵を描いているのと、忙しい、経営のリーダーの方、ビジネスのリーダーの方が、お絵描き教室をやるわけではないんですね。そういう人たちを一つの場所に集めて、時間を拘束するだけでも大変なことなんです。ですけれども、なんでこんなことが、起きているんでしょう。今もですね、絵を描くの嫌いだって言った方、もうこの状態になった時にどんな状態になっちゃってるんだろうと、想像がつくんじゃないかなというふうに思います。ただ皆さんも感じらっしゃると思うんですけれども、世の中、答えがない時代、特にリーマンショック以降、なんか足元が揺さぶられるような、実際これから私たちの社会はどうなっていくんだろう。企業の中でも、課題が山積みです。今までのやり方、延長線上では解けない課題がいっぱいあります。今までのように効率化を目指したところで、もう限界に来ている。それなのに、自分が自分だけが頑張ったりとか、全然違う領域の人を理解しなかったりとか、そんなことが、組織にももしかして社会にも来てるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあなんで絵を描くのっていうことだと思うんですけれども、ちょうど13年前、私はですね、アーティストと一緒に会社を立ち上げました。アートはですね、アーティストが、例えば何か表現をして、そしていろんなところで発表して認められて、そして売れたら成功だと、そういうこと以外にアートに役割があるんじゃないかと、私と、アーティストを考えました。もちろんそういうものもアートだと思うんですけれども、アートはコミュニケーションを作り出すツールなんじゃないか、そのアートから、またコミュニケーションが生まれ、そのコミュニケーションからアートが生まれ、そんなアートを、社会に広げていくことで社会がもっともっと元気になるんじゃないか、そんなふうな思いで、会社を立ち上げました。ただですね、その時によくわけわかんない、アートでビジネスになるわけがない、そんなふうに、随分言われました。現実的にも、今のような具体的なビジネスモデルがあったわけではないです。まあ、ある意味奇跡的かもしれないんですけれども、たくさんの人に支えられて、一緒にいろんなものを作って、そして今、大きな大きな企業だったり、大学だったり、そして小学生ですね、小さな子どもたちにまで絵を描くというものを、提供しています。
強しているのか。皆さんきっと今まで勉強というと正しい答えをなるべく速いスピードで、誰よりも正しく、出した人が成績が上がる、正しい答えを記録してそして、それを組み合わせていく、そういう、学びをしてきたんじゃないかなというふうに思います。それももちろん大切なスキルなんですけれども、これから求められている。自分で答えを作り出していいんだよ、答えがない中でどうやって向き合っていったらいいんだろう。答えは出ないんだけれども、そこに向き合って、そして自ら自分なりに答えを出していこう、そのことが私たち一人一人に求められているんじゃないかなというふうに、思っています。いろんな考え方、いろんな国、いろんな状況がある中で、一つの答えではもう、先に進めないことがたくさん増えてきています。その中で私たちが、答えのないものに向き合うやり方だったりとか、どんなふうに向き合ったらいいのかなということを、学んでないかなというふうに思っています。そこで必要なのが、クリエイティビティ。さあ、ここで朗報なんですけれども、クリエイティビティはここにあるように筋肉のように鍛えることができる、これはですね、私たちが、アートを通して授業を立ち上げてきて、そして私自身はアーティストからたくさんのものを学びました。新しいものを考えて作り出していくって、あ、こんな風にやっていけばいいんだな、こんな風にダイナミックなものなんだな、そしてそのメカニズムっていうのはとても、面白いものなんだなことを学びました。でその中で感じているのは、誰でも、持ってる力、クリエイティビティっていうのは鍛えれば誰でも筋肉のように、伸ばすことができる。例えば、フルマラソン、私は走れないですけれども、フルマラソン走りたい、東京マラソン出ようとかね、いろんなところに出てみたいと思った時に、毎日ちょっとずつ1キロずつでも、走っていく、または歩いていくというところで、積み重ねていけば必ず誰でも、フルマラソンを走れるようになると思うんですね。もちろん時間かかるかもしれないんですけど、それとある意味同じようにクリエイティビティというのは鍛えることができます。なかなかそういうふうに考えられてないんじゃないかなというふうに思ってます。例えばこの絵、躍動感があって、ダイナミックな力ある作品じゃないかなと思うんですけれども、これは誰が描いたと思いますか。これはですね、私たちの先祖、だいたい3万5千年前と言われている、私たちの先祖が描いたものです。作品と呼べるかどうか分かりませんけれども、壁画です。こういうものが世界中に残っている。まさかこんな、クロマニオン人と呼ばれる、人種ですけれども、描いてたとは思えないんじゃないかなというふうに思います。そしてこの絵、今までですね、絵を描くプログラムを、7000人ぐらいの方まで、提供してきました。ほとんどの方が、私は絵心がない、絵は描けない、絵を描くのは何十年ぶりという方々なんですけれども、どうでしょう、じっと見ていると、とてもそんな、普通の絵なんて描けないという人が描いても見えないんじゃないかなというふうに思います。こういうものを見るたびにですね、人間の持つクリエイティビティの、ダイナミックさ、可能性を私たちは感じています。絵を描くというのは、難しいことではなくって、色と形を選択し続けることなんですね。自分で考えて自分で選んで選択し続ける、そして、それに勇気を持つこと、その出来上がったものに、責任を持って、あ、こんなものが自分を表現したなってことを思ってしっかり見て、そしてそこからいろんなことを発見するということです。これはですね、もしかして経営も人生も、選択し続けて、その表現したものをそして自分でしっかり見て、また次につなげていく、そういう意味では問題なんじゃないかなというふうに思っています。こちらはですね、ある会社の、経営幹部のリーダーたちの作品です。10年後こんな会社にしていきたい、こんな思いでやっていきたい、一人一人全然違うけれども一人一人の思いが未来を作っていく、10年後はこんな成長していきたい、そんな思いで描いた作品群です。
見ての通り全員バラバラです。10年後こんな成長していきたい、こんな会社にしていきたい思いは、根底色と形にするとバラバラですけれども、根底に流れている思いというのはみんなつながっていました。一人一人が自分と向き合って、自分が選択し続けて未来を作っていきながら、全然違う人たちを認め合っていく、そんなことがですね、アートを通して、体感することができます。こんなところをですね、こんな時間を、小さな子供から大学生から、そして、選んでかけないよという、経過部の方々までたくさんの人に体験してもらいながらですね、本当に私たち一人一人には未来を作り出す力があるんだな、実感しています。ぜひですね、皆さんにも、絵を描くようにですね、もちろん絵を描くのはとても楽しい行為ですし、そしていろんな発見がある行為です。絵を描くことは、思いを描くことであり、そして夢を描くことであり、そして未来を描くことなんだということをぜひ知ってもらいたいと思います。どうしてもですね、上手下手だったり、人と比べて、自分は上手じゃないと小さい時に思ってしまったことがあったようです。いろんな人に聞くと、子供の時に一生懸命描いた絵がなんか成績つけられて2位になったとかね、他のものは優秀だったのに美術は似合ったんだとかいうね、方もいらっしゃいます。ぜひですね、そういうことではなくて、絵を描くということは未来を自ら作り出すことなんだということ、そしてお互いの多様性を認めて、お互いの違いを知ること、そしてそこからいろんなことを発見して次につなげていくこと、そういうものが、描くということには、そういう力があるんだということをぜひ皆さんと、シェアしてですね、今後、ぜひ嫌がらずにチャレンジしてもらえたら嬉しいなというふうに思ってます。皆さんと絵を描くことを通して、未来を一緒に作れたら嬉しいなというふうに思ってます。今日はありがとうございました。